カイフリーは台湾生まれのアメリカ人計算機科学者、企業家、投資家、ライターである。彼は現在中国の北京を拠点としている。リーはカーネギーメロン大学の論文で博士号を取得時、和社に依存しない連続音声認識システムを開発した。彼は最初はアップル、次に SGI、マイクロソフトで働いた後、グーグルで管理職として働いた。 彼はインタラクティブサービスのコーポレートバイスプレジデントになった2000年にマイクロソフトと1年間の協業必死契約を締結したため2005年に Google ググと前の雇用主であるマイクロソフトとの間の法的紛争の焦点となった中国のインターネット部門で最も著名な人物の一人であり1998年から2000年まで マイクロソフトリサーチアジアの創設ディレクターを務め、2005年7月から2009年9月4日までグーグルチャイナ社長を務めた。作成したワクソイワングは若い中国人が彼らの研究とキャリアで達成するのを助けることに専念しており、彼の中国の大学生への実通の手紙はウェブ上で広く普及している。彼は中国で最もフォローされている。 マイクロブロガーの一人であり、特に、スイーナーウェーブはでは5000万人以上のフォロワーがいる。リーは、2018年の著書、AI スーパーパワーズ、チャイナ、シリコンバレー、アンドザニューワールドオーダーで、中国が AI の世界的リーダーになるために急速に前進しており、中国の人口統計と巨大なデータセットの蓄積により、米国を上回る可能性を説明している。 PBS はマンプルプログラムに関する2018年9月28日のインタビューで彼は人工知能はすべての機能を備えてもなお創造性や共感能力を得ることができないと述べたリーは台湾の台北で生まれた彼は中国史戦省出身の立法者で歴史家の李天民の息子であるリーは 2011年10月に出版された中国語と英語の辞典メイキング、Making、A ワールド・オブ・ディファレンスで、彼の個人的な生活とキャリアの歴史を詳しく説明している。1973年、リーは米国に移住し、テネシー州オークリッチの高校に通った。彼はコロンビア大学を優等で卒業し、1983年にコンピューターサイエンスの理学士号を取得し、 1988年にカーネギーメロン大学でコンピュータサイエンスの博士号を取得した。カーネギーメロン大学ではリーは機械学習とパターン認識のトピックに取り組んだ。1986年彼とセンジョイ・マハジャンはビル開発した。これは1989年に米国のコンピュータープレイヤーの全国大会で優勝した。 ボードゲームオセロをプレイするためのベーズ推定ベースのシステムである。1988年に彼は CMU スフィンクスに関する博士論文を完成させた。これを彼は最初の第5位和社に依存しない継続的な音声認識システムであると主張している。D は音声認識に関する2冊の本とコンピュータサイエンスに関する60本以上の論文を 執筆している。彼の博士論文は1988年にクルーアー社のモノグラフ、オートマティック・スピーチ・リコグニション、ザデベロップメントオブザスフィンクスリコグニションシステムとして出版された。同じく、カーネギー・メロン大学の研究者であるアレックス・ウイーブルと共同でリーディングスイン・スピーチ・リコグニションを編集した。カーネギー・メロン大学の教員として2年間勤務した、後 リーは1990年に主任研究員としてアップルに入社した。アップルにいる間、彼はピピン、プレーントーク、キャスパー、マックのガラテアを担当する R&D グループを率いた。リーは1996年にシリコングラフィックスに移り、1年間はウェブ製品部門のバイスプレジデントを務め、もう1年間は マルチメディアソフトウェア部門であるコスモソフトウェアのプレジデントを務めた。1998年、リーはマイクロソフトに移って中国の北京に行き、そこでマイクロソフトリサーチ部門を設立する上で重要な役割を果たした。MSR チャイナは後にマイクロソフトリサーチアジアとして知られるようになり、世界で最も優れた情報科学研究所の一つとみなされた。 リーは2000年に米国に戻り2000年から2005年にかけてマイクロソフトのインタラクティブサービス部門のコーポレートバイスプレジデントに昇進した2005年7月リーはマイクロソフトを離れてグーグルの役職に就いたグーグルは250万ドルの現金の契約金と1年後の150万ドルの現金支払いを含む1000万ドルを超える支払いに同意した このことは、Google 社内では、前例のないパッケージと呼ばれた。2005年7月19日、マイクロソフトは、Google が、同社のインタラクティブサービス担当の元 VP を、採用したことで、ワシントン州の裁判所に Google とリーを提訴した。リーは、レドモンドに本社を置く、ソフトウェア企業を退職してから1年以内に、Google で働くことは、協業必死義務に違反すると主張した。 マイクロソフトはリーがグーグルで働くことを認めれば独占的な情報をグーグルに開示することは避けられないと主張した。2005年7月28日、ワシントン州上級裁判所のスティーブン・ゴンザレス裁判官はマイクロソフトに一時的な差し止め命令を与えた。これによりリーは2006年1月9日に予定されている裁判までマイクロソフトと競合する。 Google プロジェクトに取り組むことができなくなった。公聴会の後、9月13日、ゴンザレス裁判官はリーが Google で働くことを許可する判決を下したが、2006年1月に裁判にかけられるまで、いくつかの技術プロジェクトでの作業を開始することを禁じた。リーは中国で Google の従業員を募集し、ライセンスについて、 政府関係者と話すことは引き続き許可されたが、検索や音声認識などのテクノロジーに取り組むことは禁止された。リーはまた、この件が2006年1月に裁判にかけられるまで、中国での Google の予算、給与、研究の方向性を設定することを禁じられた。訴訟が裁判にかけられる前に、2005年12月22日、Google とマイクロソフトは、 非公開条件では買いに達したと発表し、両社間の5ヶ月間の紛争を終結させた。Google China でリーは中国市場での会社の設立を支援し、成長を監督した。彼の在職中、Google c n 地域のウェブサイトが立ち上げられた。彼はまた国内のエンジニアと科学者の会社のチームを強化した。2009年9月4日、 リーは Google からの辞任を発表した。彼は非常に強力なリーダーシップチームが配置されているので、私のキャリアの次の章に進むのは非常に良い瞬間のように思えたと語った。Google のアラン・ユース・タスは中国で提供するサービスの品質と範囲を劇的に改善し、ユーザーと広告主の利益のためにウェブの革新を継続できるように支援したと述べた。 リーが去ってから数ヶ月後、グーグルは検閲をやめ、中国本土のサーバーを香港に移すと発表した。2009年9月7日彼は、イノベーションワークスと呼ばれる1億1500万ドルのベンチャーキャピタルファンドの詳細、インターネット及びモバイルインターネットビジネス、またはクラウドコンピューティングとして知られる広大なホスティングサービスで年間5つの成功した。 中国の新興企業を発表した。イノベーションワークスファンドには、YouTube の共同創業者であるスティーブ・チェン氏、電子機器の自宅製造を行う、フォックスコン社、PC メーカーレノボ社の親会社であるレジェンド、ホールディングズ社、Y、ハーパーグループ社などが出資している。2010年9月、リーは、中国のユーザー向けに2つの、Google&roid プロジェクトについて説明した。 中国のユーザー向けに調整されたスマートフォン OS であるタパスとアンドロイド用のデスクトップ電話マネージャーであるワンドジアである。2012年12月、イノベーションワークスは2番目の2億7500万ベイドルのファンドを閉鎖したと発表した。2016年9月、同社は社名をイノベーションワークスからサイノベーションベンチャーズに変更し、 6億7400万米イドルの資本注入を完了したと発表した。その時点のサイノベーションベンチャーズの総資金規模は10億米イドルを超えている。2018年4月、サイノベーションベンチャーズは5億米イドルのファンド4を発表した。現在までに20通貨で管理されているサイノベーションベンチャーズの総資産は20億米イドルに達し、主に 中国に300を超えるポートフォリオを投資してきた。リーは、ウェーブはを使用して、中国のインターネット制御について、不満を述べた後、3日間ウェーブはから締め出された。2013年2月16日の投稿では、速度の遅さと不安定さが、海外企業の中国での重要な機能の特定を、どのように妨げているかについての、ウォールストリートジャーナルの記事を要約している。 2013年1月、彼はまた政府の検閲官との対立の間に公衆に本拠を置く新聞のスタッフへのサポートを投稿した。他にも政府が GitHub をブロックしていることを声高に批判しており、これは中国の競争力に悪影響を及ぼしていると述べた。リーは2013年9月5日にウェーブはにリンパ腫と診断されたと投稿した。 2018年12月、リーはサンフランシスコでの終末期のエンドウェルシンポジウムで次のように述べた。私はマニアックな仕事中毒でした。その仕事中毒は私がステージ4リンパシュと診断された約5年前に突然終了した。この突然の癌の発症により彼は全てのお金と物事が私の健康や家族の愛を取り戻すことはできないことに気づいた。 ありがとうございます。